混浴。混浴とは、男女が同じ浴場で入浴すること。カップルが二人きりで混浴できる宿としては、貸し切り風呂や露天風呂付き客室などがある。日本独自の入浴習慣と思われがちだが、ドイツをはじめ、北欧、東欧諸国でも見られる習慣である。西洋の混浴は、運動温熱療法施設として水着着用が義務化されているスパと、 混浴療養施設としてかつて裸での入浴が義務化されていたサウナとに分かれている場合が大半であるが、一つの施設内に双方が存在することもある。古くは大きな湯船の共同浴場は一般的でなく、大きな湯船といえば天然の温泉が溜まってできた農湯であった。そのため男湯、女湯という概念はなく、混浴は自然発生的にできたものである。 下帯、ふんどしや腰巻きを着用した上での入浴という習慣も存在しており、裸の入浴は江戸時代以降という説もある。時代が下ると温泉地では泉県から湯船まで温泉を引いた今でいう共同浴場もできてきたが、まだ男湯と女湯の区別もなかった。江戸時代に入ると大都市で銭湯が大衆化した。銭湯に 赤すりや紙きのサービスをユナにやらせるユーナブロなどが増加した。松平定信が1791年、江戸の戦闘での男女混浴を禁止する男女、混浴禁止令を出すなど、風紀の取り締まりの対象にもなった。これは混浴そのものよりも、ユヤにおける売買春などを取り締まるものであったと言われる。当時の湯屋は2階に待合所のような場所があって、 将棋盤などが置いてあり、社交場となっていただけでなく、ユナなどによる売春や賭博などの格好の場となっていたためである。しかし依然として婚欲が主流であった。1853年、来日したペリーの日本遠征記には、差し絵付けで以下のように記されている。男も女も赤裸々な裸体を何とも思わず、互いに入り乱れて婚欲しているのを見ると、 この町の住民の道徳心に疑いを挟まざるを得ない。他の東洋国民に比し、道徳心がはるかに優れているにもかかわらず、確かに陰闘な人民である。明治新政府は欧米への体裁を気にし、婚欲禁止令を出す。都市部では取締りが強化される。しかし、なかなか改まらないため、婚欲禁止令はたびたび出されたが、完全になくなったのは、 明治末期になってからであった。それでも、なお、地方の温泉地などの多くでは、混浴が当たり前という時代が、昭和30年代まで続く。高度成長期以後、都市部の住民が地方の温泉地を訪れる機会が増え、混浴という風習を知らない、容認できない観光客が増加したため、多くの旅館やホテルがそのニーズに応えるべいく、浴場の増改築、男女別化など、 施設の近代化、巨大化に取り組んだ。その結果として昭和40年代以降、混浴は減少の一途をたどることとなった。浴場や入浴施設の衛生検査権限を持つ保健所が新規の混浴施設建設に対しては衛生検査済み証を発行しないなどの固くなな対応を取り続けることも減少に拍車をかける一因となっている。なお、 九州や東北地区では未だに混浴が残っている温泉も多い。なお、2020年の東京五輪パラリンピックの開催に際し、日本国外から訪れる外国人には3本の湯気を記号化した温泉マークは、暖かい料理を出すレストランと誤解される恐れがあるとして、経済産業省では3人の人物が入党している様子を記号化した。 国際規格の案内用図記号の採用を検討しているが、温泉地からは日本では混浴と誤解される恐れがあると反対意見が出されている。各地方自治体の制定する公衆浴場条例により、すべての都道府県において原則的に男女の浴室、脱衣室を区分することとされている。条例の定める範囲内において例外とすることが可能な年齢の上限を設けている。 自治体もある。北海道、岩手県、山形県、栃木県、岐阜県、香川県では上限年齢を最大11歳、小学5、6年生に設定している。他にも青森県、秋田県、大分県など家族風呂の例外を認めている自治体がある。青森県、秋田県、兵庫県など水着等の着用を義務付けた施設について例外を認めている。 自治体もある。厚生労働省では、公衆浴場法第3条第1項に規定する、風紀に必要な措置について、昭和23年8月厚生事務時間通達により、主として男女の婚浴の禁止を意味するものでる旨の行政指導を行っている。厚生労働省の公衆浴場における衛生等管理要領ではとなっており、 その上で乳幼児に対する配慮として、おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと、とされている。旅館業の共同浴室についても公衆浴場と、同様に厚生労働省の旅館業における衛生等管理要領ではとなっており、同様に共同浴室にあっては、おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと、とされている。入り口、脱衣所は、 別々となっているが、湯船が一緒となっている場合が多い。施設によっては、脱衣所付近から少しの間に目隠しをして、奥の方で両方が繋がっているようにしたり、浴槽は一緒だが洗い場を男女別にしたり、雪を貸し出したりと工夫しているケースもある。公共浴場などでは、浴槽、脱衣場、洗い場まで全て区別がないという場所もある。湯布院の下体湯土。施設によっては、 水着などの着用を推奨、義務付けしている施設もある。この場合、温水プールとの境界が問題になるが、水質や併設施設や営業形態の違いにより多くは区別されている。プールでは塩素系などの殺菌剤などを多く使用しているため、問題になりにくいが、源泉の性質劣化を危惧する温泉地などでは殺菌剤をしない場所も多数存在する。 そうした施設では、温泉での水着やタオル類の使用は、衛生面での問題になりやすい。公衆衛生管理法で、万5歳以上の男女は、同じ浴場や行為室を利用してはならないと、規定されている。これに違反した、浴場業者側には300万本以下の課体金が、課される1999年の立法当時に万7歳だった、混浴禁止の上限年齢は、 2003年に万豪祭に下げられている。また、2014年2月には、韓国入浴業中央会から、万豪祭から、万の字を外す要望が、保健福祉部、反保健福祉省に伝えられた。これにより男女混浴禁止年齢上限の引き下げが、検討されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。